今回はですね、睡蓮農園の開拓の続きなんですけど、前回ですね、この一番睡蓮農園の北側の方ですね、ここら辺のタライをねひたすら撤去してですね、だいぶここら辺がねさら地になってきたんですけど、まだまだですね、この一番北側のところこんな感じでタライが残ってますので、ここら辺のね残ってるタライの撤去ですね、この辺はもう多分中身抜いてあるんで水とメダカだけになっていると思うんですけど、こっちとかねまだ中身入っているのがあるんで、まあこの辺の中身も撤去しつつですね、もう完全にねこの北側の方をこの辺ですね、この辺も全部抜いて完全にねさら地にしちゃって、この北側のね方を防草シートを敷く手前まで持ってきたいなと思ってます。でさらにこっちの通りですね、真ん中の通りの120リットルタライはこれ全部あるんですけど、ここら辺のね120リットルタライのリセットプラス、さらにねもう睡蓮が植え替え時期で皆さんにね販売していきたいので、睡蓮のね植え替えと盛りだくさんなねこの睡蓮農園の開拓をやっていきたいと思います。まずはこの北側のとこの残ってるですねこのタライの中身ですね、こっちを出してきます。どんどんひたすらめちゃめちゃ汚いですね、これセレブレーションですね多分。でこんな感じで、めちゃめちゃ汚いタライを撤去していきます。で出した水草がこちらです。どうですかこの水草、なんて汚いんでしょうでこれはコンケラですね、いやめちゃめちゃ汚いです。でコンケラもめっちゃ伸びてますね、そこまで伸びてるのか。でこれ汚い、もうヘドロとかね苔とかがついてる、これ多分ロッタラのロトンディフォリアかなおそらく。めちゃめちゃ汚いね、とりあえずね水で流して洗ってあげます。でこっちに、前ですね防草シート敷いた新しいゾーンですね、あのハス農園の先端の方ですね、こっちに新しく水を張って、向こうにねいたメダカたちをねこっちに避難させてきました。こんな感じで、でこっちはこの小汚い、ここら辺はねもう水だけになったので、水とあとねメダカを抜いていく感じですね。一応ねこんな汚い中でもね生きてるんですよね、メダカはすごいですよね本当、こんな感じでわかります、いるの生きてるんですよね、たくましく、あんな小汚い中でですよ、よく生きてますよね本当ね、丈夫ですよね、多分もうこことか全然お手入れ去年ね全くしてない感じの本当、放置ビオトープですね。でこっちも取り出していくんですけど、ドーベンがね多分これ見事にね多分越冬してくれてますね、生きてますよね、熱帯睡蓮のドーベンですがね、無事ね、越冬してくれました。こっちもねまた汚いですね、すごいですねこのヘドロまみれ、こんな中でもやっぱね水草とかね睡蓮はねちゃんと生きてますし、メダカも生きてるので本当ねすごいですよね。この辺も多分去年ムカゴから育てたドーベンじゃないかな、おそらくそうだと思います。こんな感じでね一応冬越えてくれましたね。これとかはもう謎ですけどねこれなんだろうな、これ謎ですね、これはもはやもう何も植わってないかもしれないですね、まあこういったのもねやっぱ出てきますよね。こんな感じでちょっと探ってるけど何かわからないって感じですね、なんか出てくるのかな、うん出てこないですね、あなんか出てきた、あるっすね、ありますね、なんか根茎出てきましたね、もうないと思ってたら、多分なんかの多分熱帯睡蓮の球根なんで、バルブなんでね多分春になれば多分出てくると思います。これとかねつぼみがありますね、ただねこれはねサッカーわかんないですね、これもなんか一本のアミヘさんみたいなの出てますね、これもドーベンがつぼみがあるけど、これはな冬越したやつだから咲いてくれるかわかんないです、これ多分さっき掘り出したやつは謎のバルブですけど、ここにちっちゃい見えますかね、ちっちゃい点みたいな芽が出てるみたいですね、一応ほんと埋まってたのをちょっとね掘り出してあげて、一応ね生きてるみたいですね、すごいですね、これなんだろうな、まあドーベンかなおそらく。でこんな感じでさっき言った新しくね作ったところの120リットルにこんな感じで移します。汚いですね、まあ、これもね後々はもっと綺麗にして植え替えたりはしてきます。とりあえずねここをね移動させてさら地にして、防草シートね敷かなきゃいけないので、こんな感じでねメダカちゃんたちもねちゃんと生きてます。とりあえずはもう移してひたすらね防草シートを敷いていくって作業ですね、ほんとこれとかなんだろうな、なんかなんだメビナラメかそっち系っぽいような、ちょっとピンボケ全然見えなくて汚くてさらに見えないんですけど、多分メビナラメっぽいかな、ラメがね結構綺麗で、柄も入っててなかなか、いい感じですね。
こんなね、ほんと汚い中でも元気ですよ。元気かどうかは分かんないですけど、でもそんなに痩せてないですよね。なんか痩せこけてフラフラしてるっていうよりは、むしろ餌全くやってないですけど、丸々してますね。餌何もやってないな。この左のことがラーメンめっちゃ乗ってて綺麗だな。なんだろう、何か、なんだろうな。オーロラキラメとメビナラメ掛け合わせたやつか、多分メビナラメだと思います。おそらくその辺だと思います。でね、どんどんね、こっちもね、水抜いて撤去していきます。ああ、ここも芽が出てますね。これも多分熱帯水蓮のなんか、これ多分ティナかなんかですかね。ここもね、熱帯水蓮ですが、無事ね、冬を越えてくれました。これはマイアミローズ。あ、これはまた別の鉢ですね。こっちはちっちゃいポリポットに埋まってるマイアミローズですね。マイアミローズもね、結構ね、寒さ強いですね。葉っぱまだ残ってますもんね。まあ、ここはね、スレンの上の方はね、日当たりがいいので、結構ね、いけるかもしれないですね。これもね、マイアミローズなんですけど、これも完全にね、埋まっちゃってるパターンですかね。今、グイグイってやったのに多分なんかあったんでしょうね。多分マイアミローズの球根確認できたであろう。これはちょっと確認できなかったな。これは芽が出てる。これもね、ちっちゃい芽が出てますね。これはコロラ、どうじゃなくてもコロラタですね。コロラタもちっちゃい芽が出てますね。これちっちゃい熱帯水蓮はね、一応ね、生きてるんですよ、ちゃんとこうやって。まだね、ただ熱帯水蓮はまだね、いじるには早いので、もう少しね、我慢ですね。これね、気になりますがね、でもこれとか、マイアミローズとかもこんな出てますよ、ちゃんと。ちゃんとね、芽が出てるので、皆さんもね、諦めずね、もうちょっとね、そっとしといてあげてください。こうやってね、ちょっとぐらい掘り出すってか、ちょっとぐらい、これも芽出てますね、赤いちっちゃい芽が。ちょっとぐらいね、こうやって、砂利じゃない、土をね、どけてあげるくらいはいいんですけど、それ以外のはね、まだね、もうちょっと様子見た方がいいですし、あ、もう枯れちゃったなと思ってね、諦めて捨てない方がいいです。意外とね、芽とか全くなくても出てくるパターンとかもね、結構あるので、これもなんか、ね、ちっちゃいバルブができてますね。これティナかな、おそらく。なのでね、ほんと皆さん、熱帯水蓮は諦めずね、もうちょっとね、そっとしといてあげてください。放置です。まだ。まだ我慢です。で、こんな感じでね、どんどんね、撤去していくんですけど、まだ残ってますね、この辺。まだまだね、いっぱい入ってます。で、多分ね、これサムネにしてるかどうかわかんないですけど、この後ね、この、ビオトープですね、このタライのね、下、タライの下タライをでどけたらね、ちょっとね、珍しいものが見れたので、そこもね、ちょっと後でアップしたいと思いますので、ぜひね、動画最後まで見ていってください。多分ね、珍しいかな。まあ、見ていってください。自分はね、初めて見たんで、こんな風にしてるんだっていうのは、ね、初めて見たので、ぜひぜひ、動画ね、最後まで見ていってください。ちょっとね、苦手な、ね、方もいるかもしれないので、ちょっとね、観覧注意なんですけど、まあ、近くなってきたらね、またね、説明しますので、それまではね、しばしばね、この、水蓮農園の開拓ですね、の様子をね、見て楽しんでってください。もうひたすらね、この容器を出しつつ、ちょっとですね、この熱帯水蓮の生存確認チェックです。これとかね、ちっちゃい芽出てますよね、これ。わかります？この赤いちっちゃい点みたいなの。これもね、熱帯水蓮の芽ですね。これ、マイアミローズっぽいですよね。これね、一本波平さんが出てますよね。出てますね。これ、かわいい芽が出てます。ちゃんと生きてますよ。まあ、やっぱね、ここね、日当たりがいいのでね、意外と越冬してくれますね、熱帯スレも。まあ、去年からこっちのスレンの上でね、初めて見たので、熱帯スレもね、越冬してくれるかなと思ってね、ちょっと心配してたんですけど、まあ、大丈夫。ただ、マイアミローズはね、特別強いですからね、寒さに。他のスターオブサイエムとか、そっち系がね、すね、無事越冬してくれてるといいんですけどね。あと夜咲きか、あの辺がね、ちょっと心配ですね。これとかね、めちゃめちゃ立派なルドビジアレッドですね。大量に、めちゃめちゃ大量に出てきましたね、このルドビジア。ルドビジアもね、ちょうどね、今水草セットみたいなのでね、ヤフオクで販売してますので、スーパーレッドと、こっちはね、水草のセット売りの方で普通のね、ルドビジアレッドは販売してますので、気になる方はね、ぜひヤフオクも見てください。で、マニーレッドがね、つぼみ出てますね。これマニーレッドね、やっぱね、毎年ね、開花がね、早いんですよ。マニーレッドは出足が早いので、これね、秋にもうね、植え替えちゃってるんですよ。秋に植え替えちゃってるので、まだここまで伸びる余裕がありますので、これね、春植え替えなくていいです。なので、これね、ここでもし春植え替えようって植え替えると、このね、つぼみがね、ダメになっちゃうパターンがね、多いんですよ。なので、こういう出足が早い水蓮は秋にね、植え替えるのがベストです。
っていう動画をね、前にねアップしてますので、ぜひ気になる方は見てください。なので追肥だけですね、肥料だけ上げておきます。これね、あとはなんだろうな、コンケラとかもね結構早いんで、その辺はね秋に植え替えると、いいと思います。あー、オーロラキラメとメビナラメの F1 の子たちかな、これが生まれて、なんかちっちゃいのもいますねこれ多分2世代ぐらいいるな、おそらく。多分卵を産んで勝手に増えたんでしょうね。入れといたら多分増えた自然繁殖パターンですね。あの小汚い中に入れてるんで、やっぱね意外とね痩せ細ってるメダカがいなくてね、元気ですね結構。さあこれでね、やっと中身の水蓮とか水草とかメダカもね全部取れたので、出すことができたので、ひたすらねこのたらいをまとめていきます。これカインズの手前のが全部60リットルたらいで、今ひっくり返したのが多分120リットルたらいですね。でここでですね、ちょっと異変に気づくんですよね。これ棒立ちしてるじゃないですか、あれこれはたらいの下にこれはみたいなのね見つけましたね。こっからですね、この動画のメインなのかな、ビオトープたらいをどけたらびっくり仰天、こんなのがいましたみたいなのなんですよ。もうちょっとね苦手な方はね、やめた方がいいかもしれないですね。ですね、まあ爬虫類系が苦手な方と、あとダンゴムシとかそういう、ね、うじゃうじゃ系がねちょっと苦手な方はね、やめといた方がいいと思いますが、なんとですねたらいをどけるとですね、これ冬眠中のねトカゲですね、これに東日本トカゲと、カナヘビですね、冬眠してますね。これちょっとナメクジとかダンゴムシ苦手な方は今日ごめんなさい、トカゲが、見事にね冬眠してましたなのでですね、たらいをねまた、戻しときました。かわいそうなのでね、ちょっと冬眠から目覚めちゃったらかわいそうなので、たらいを、戻してまたね元の場所に置いといて、でこっちのね奥のたらいにもねもっと大量のですねカナヘビがね、この奥ですね、ここは多分いなかったんですよ。この奥とかがまためっちゃいたので、これよりね圧倒的多い数がいたのでかわいそうだったので、そのままにね戻しておきました、かわいそうですからね。でまあちょっとね豆知識的なのなんですけど、まあ、昔はですねこれ日本トカゲとして一式に扱われてたんですけど、まあ琵琶湖ぐらいから西の方が日本トカゲ、それよりね東の方は東日本トカゲ、静岡県だと伊豆半島に住んでるのが岡田トカゲっていうね3種類ね今分類されてますね。そしてね翌日ですね、今ねこっちに120リットルのたらいがブワーって並んでるんですけど、この120リットルのたらいにこの60センチプランター1個と水蓮の、ね、親株ですねを入れて、この120リットルたらいゾーンですね、ここのゾーンですね、ここをですねまあ水蓮農園のメインストリートですね、水蓮通りにしていこうと思います。120リットルたらいに親株、あとは水生植物ね、1ポットぐらいで管理していこうかなと思います。で、まだこっちにですね、こう、いろいろね、細かい水蓮とか水生植物が入ってるので、全部ね、この辺を出して、水替えをして、水蓮の植え替えをして、水蓮の親株をこの120リットルたらいにどんどんね、入れていくっていうね、作業をひたすらやっていきたいと思います。このね、大量のたらい、全部やっていきます。果たしてどんぐらいかかることやら。で、この辺のですね、水蓮を出して、行きたいと思います。これ多分タンクワンなんですけど、このタンクワンもね株分けして、植え替えをしてたりしていきたいと思います。まあ、このタンクワンね多分ね2年目なんですけど、もうめちゃめちゃでかくなってますね。これ100均のね多分40センチぐらいのプランターかな、40センチぐらいのプランターだと思うんです、けど、ここからグイーって伸びてきて、ここまで来て、さらに脇芽もね大量に出てるので、これももう取り出して、まあ親株のですねカロニアナニュエラがありますので、そのカロニアナニュエラを60センチプランターに植え付けて、こっちにね沈めていきたいと思います。ここのね通りはね60センチプランターの、ね、親株ゾーンにしたいのでね、そういうのもやっていきたいと思います。そしてねこの今映ってますタンクワンはですね、もう株分けして、皆さんのところにね、販売させていただきました、あなたが購入したタンクワンは、今のねタンクワンかもしれないです。てか多分今の、タンクワンだと思います、先週かなもう販売しました。なのでですね、こっからはですね、まあここのね植え替えの様子とかね、その辺を見ていこうと思います。まあここにねずらーっとね水蓮がね咲き乱れたらいいですよね。この120リットルの通りですね、こっちの今右側の通りですね。でこっちのね80リットルメインの方はこっちはね育成用スペースにしようかなって感じですかね。まあこの120リットルの隣の通りぐらいはですね、ちょっと咲くぐらいのちょっと大きめサイズ
ぐらいのプランターですね、こっちの左ですね、ここは柵ぐらいのちょっと大きめプランターを置いてもいいかなって感じですね。左のね2列は育成用かなか、一番左を育成用にするかね、ちょっと無計画ですねめちゃめちゃ無計画です。 A型ですけどね、むちゃめちゃ無計画でね、特に案はないです。ここの通りだけとりあえず60センチプランターで立派にしようかなって感じですね。でこっちの右の方はね全部どけたので、ここはね防草シートを貼っていきます。ここですね、ここね全部防草シートを貼っていきます。でとりあえずねスレの植え替えもしなきゃいけないので、ね、こんな感じでまたねひたすらリセット作業です。ここねリンコがいたんですけど、大量に1匹もいなくなってましたねここ2たらいぐらいねリンコがいっぱいいたんですけど1匹もいないですね。これなんだろうな、ちょっとね謎の事件がね勃発しましたね。1匹もいないですよ、なんでしょうで先ほど言ってた、あこれはあれですね、八重桃高ですね。八重桃高のねくわえもねいっぱい出てできてました。八重桃高ねめっちゃ綺麗なんですよ。多分ね写真ちょっと今ちょろっと多分右の方とか上の方とかに出てるかもしれないですけど、これもですねヤフオクで今ね絶賛販売中です。これですねくわえ、ちっちゃいですよね、可愛いですよね。こんなちっちゃいのが綺麗なね八重咲きのピンクのねポンポンみたいなのとバラみたいなねお花が咲きます。これもね結構ヤフオクでね人気で、もう何セットかね販売してると思います。これあなたが買った八重桃高ですあなたが買った八重桃高が出てます。でこんな感じでこれ多分タンクワンですね、解体してってます。これねめちゃめちゃ脇芽いっぱい出てますね、すごいですね。でこれもねどんどんね株分けしていきます。まあこの辺のね植え替えとかね株分けの動画はね別の動画でアップしてますので、気になる方はね、ぜひそちら見てください。そっちでね、詳しく、解説してますので、こんな感じでめちゃめちゃ脇芽できてましたよ。これもね皆さんのところに、ね、販売しましたね。でもね去年よりね明らかにねやっぱね株がちょっとね小さめですね。ちょっとね肥料追肥をねサボりすぎたのと、 IB 化成肥料をね少なかったので、ちょっとね窒素がね少なかったのかもしれないですね。ちょっとねリン酸だけにね偏りすぎて、ちょっと窒素が少なかったので株がねちょっと小さい気がします。まあ、この辺は、この辺がね多分この辺開花サイズですね、この辺が開花サイズとして販売してってます。この横についてたちっちゃいのとかが多分小さめサイズかな、この辺は多分開花サイズとして販売してってます。小さめサイズはね結構ね、小さい場合がありますが、多分ね開花まではいけると思うんですね。これ親株ですね、こんな伸びてますね。これ親株として多分今年植え付けるかな、ちょっとねその辺は分かんないですけど、ほんとね種類によってね、タンクワンはそれなりにね小さめサイズでもちょっと小さが大きいんですけど、品種によってね結構、サイズ差があるので、その辺はね、ご了承ください。グレックスとかねワンビサマンカルブはねそこまで大きめ伸びるサイズじゃないので、小株がね結構小さいです。タンクワンはね結構伸びるサイズなので小株でもねそれなりに大きいですが、まあそれでもね開花サイズを販売してますので結構小さいですが、開花はしてくれると思います。でこんな感じで抜いて、水をねどんどん入れていきます。リセットしたとこにこんな感じで空になったとこに水をねどんどん入れて、新しいですね親株をどんどん植えていきます。もうカロニアナニュエラはですね動きが早いですね。もうつぼみが、2個ほど出てます。これはね、親株です。これを植え付けていきます。これもね結構ねいっぱい増やしたので、これもね結構販売してますね、もうすでに皆さんのところに。カロニアナニュエラはねめちゃめちゃでかいので、株がね多分販売してるのも結構でかいと思います。ほんとねスイレンの品種によってサイズ差がめちゃめちゃあります。こいつはね大型種なんでめちゃめちゃでかくなります。なので販売してる株もね、タンクワンもでかいですが、タンクワンよりさらに圧倒的でかいですね。まあ、ペンと比べてみてもらってもあれなんですけど、まあ、こんだけね成長スペースを、作ってあげて、でこんな感じで沈めていきます。まあ、これがね完成形ですね。これをあとひたすらこれをやっていきますね。これも植え替えてますね。でこの辺がまだ植え替えてないのが、まあ、山ほどありますね。でも妊婦なんですけど、これはね秋に植え替えたので、これねもう植え替えなくていいですね。春妊婦はもう大丈夫で、追肥だけしなきゃいけないですが、追肥をしてないですね。ここも今抜いたとこかな。なので、この辺も抜いて、ここも新しくね入れてきたいんですけど、
これメダカ救出したんですね。これ太ってるな餌全然やってないのに丸々してますね。これ多分三色ラーメンじゃないかな。全然三色じゃないですけどね。でここの場所もなんですけど、ここね今の120リットルタレ全部どかして防草シートを貼るのがね、ちょっとねちょっと無理かな、めんどくさいですよねめんどくさいですね。本当はここもね全部どかして防草シートを貼りたいんですけど、いやこれはねさすがに無理だと思ってね、この一番右のとこだけですね、先ほど撤去した、まあ、一番北の部分だけですねに防草シートを貼って、まあ、ここのたらいの下はね、まあ、防草シートを諦めよう、こうですね、この一番右手ですね、この今の動画から見て右手北側のとこは貼るんですけど、ここのねたらいの下はねもういいんじゃないかなって感じですね。でグレックスのこの小株実験ですね、また今年もやってきますよ。グレックス ABC、 皆さんちょっと今回はお気に入りを D、 ぜひぜひ見つけてください。今回はちゃんとね、今年はねこっちにフルインベストメントできるので、今回は多分ね成長を得るはずです。すいません、去年は全然追えなくて。こんな感じでグレックスのね子株を作りました、大量に。あで今のも多分グレックスの親株ですかね、これですね。これ多分、あ違うか、これあれかな、ペリーズダブルイエローの親株かもしれないですね。多分おそらくそうですね。グレックスは多分皆さんに売ったやつから出たのちっちゃい小株をあれかもしれないですね、植え付けたかもしれないですね。でこれ取り出した水草なんですけど、これあれですね、ウォータークロバムチカですね。これもねもうだんだんね芽が出てきてますね、やっぱり。でホテイソンもね生き残ってますね、こんな感じで。このちょっと緑があればね全然復活してくれます。この辺はウォーターバコッパーとかですかね。そうですね、ウォーターバコッパーとかグリーン、これグリーンのタレですね、芽出てきてますね、ちっちゃいのが。こんな感じでね春はね着々と出て近づいてきてますね。今のがショートヘアグラスですね。まあ小汚いですね小汚いな本当に。でまあこんな感じでですね、だいぶ暖かくなってきてね、メダカちゃんたちもね活発に動いてます。オロチがねいっぱいいますね。これはね去年我が家のウィローモス付きの卵をね、ぶち込んで勝手にね成長してくれました。久しぶりにね餌をあげてます。もう暖かくなってきましたのでね、こんな感じでたまにちょこっとね餌をあげるようにしてます。まあこんな感じでですね、まだまだ水田農園の開拓がですね、まだ防草シートを貼らなきゃいけないですし、水替えをしなきゃいけないですし、水田の植え替えをしなきゃいけないですし、水田の、ね、販売をしなきゃいけないですのでちょっとねやることがね盛りだくさんすぎてですね、なかなかですね大変です、大変ですなので、ね、ちょっとねコメントとかがねちょっと YouTube のですね遅れてしまうかもしれないですが、必ずですね見て、コメントしますので、すいませんがねそこら辺は遅くなってしまうかもしれないですけど申し訳ございません。これ植え付けたねカロニアナニウェルですね。なのでこんな感じでねどんどん植え替えてきますので、この植え替えたスレをですねすぐね皆さんのところに販売してきますので、本当ね今がね一番多分植え替えシーズンでちょうどいい時期ですし、いろんなねスイレン出せると思いますので、ぜひぜひね皆さんヤフオクで数のメダカスイレンビオトープでね検索してみてください。いろいろね出品してますので、ぜひぜひねお気に入りのスイレン見つけてですね購入してみてください。これねウェディングドレスっていうですね、去年のね秋ぐらいにね導入したスイレンなので、まだねお花見れてないので、今年ね多分見えると思いますので楽しみにしててください。結構ね珍しいスイレンなので、ぜひぜひね楽しみにしててください。名前がねもう名前からして綺麗ですよね、ウェディングドレスですよ。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当ね皆さんいつも、コメントやねグッドボタンありがとうございます。またねヤフオクで水生植物やねスイレン、ハス購入してくださった方、ありがとうございます。今もですね、絶賛ヤフオクでですねスイレンをね大量に販売中で、水草もね少しずつ販売始めましたので、気になる方はね、ぜひぜひまめにチェックしてみてください。ぜひねスイレン図鑑見てね自分が好きなスイレン、見つけてヤフオクでね購入してくれると嬉しいです。
専用サイトはですね作ってるんですけど、なかなかねちょっと忙しくて手が回らないので、当面はねヤフオクで販売していくと思います。まあ、メインはヤフオクの販売で、在庫があるね結構多めのやつはそっちの専用サイトでもちょこっとね、販売するだけのね形になるかとね今年は思います。なのでヤフオクでね、ぜひね購入していただけると嬉しいです。ではまた。